ルリツグミは、スズメモクツグミかルリツグミ族に属する鳥類の一種。アメリカ合衆国ニューヨーク州とミズーリ州の州鳥である。主に昆虫類を捕食する。ツグミ科の鳥の中では中程度の大きさで、成長は腹が白い。オスの成長は、上部が鮮やかな青色、喉と胸は赤茶色である。メスの成長は灰色がかった青の翼と、お、 茶色っぽい喉と、胸、灰色の頭と背を持つ。幼鳥は、灰茶色で、赤みがなく、胸はまだらで、翼と、尾は青みがかっている。オスのさえずりは、柔らかな、自由、または、チールウィ、あるいは歌うような、チティウィウエウィドゥのように聞こえる。ニキタクに生息する。木のある、開けた、土地、二十歳、果樹園などを好む。 北アメリカ大陸のロッキー山んが脈より、東のカナダ南部からメキシコ湾岸、またアリゾナ州南東部からニカラグアにかけて分布する。分布地の北部では夏鳥、南部では流潮となる。バミューダ諸島にも個体群が存在し、亜種である可能性がある。かつて北アメリカ本土のルリツグミの個体群は、農業の改革に伴う生息地の環境の変化。 殺虫剤の乱用、移入種イエスズメや星ムクドリによるヒナの捕食により、1900年代半ばまでには、危機的なレベルに低下した。ルリツグミ専用の巣箱の設置と、ルリツグミのヒナの捕食者かつ、成長の競争相手であるイエスズメに巣箱を利用させないようにするための監視といった、愛鳥家のネットワークの努力により、本種は絶滅の危機から救われた。二十歳、果樹園。 木の多い住宅地などを好むため、人と比較的共存しやすい鳥であることも、回復の一因である。その愛らしい姿から、愛鳥家にはとても人気がある。バミューダ諸島のルリツグミは、約800万本のバミューダネズの伐採による、生息地の環境破壊と移入されたスズメ、星ムクドリ、キバラオオタイランチョウによるヒナの捕食により1940年代には、 絶滅の危機に陥った。1987年には、ハリケーンエミリーによりバミューダの森林の多くが破壊され、ルリツグミをはじめとする森林の鳥はさらに打撃を受けた。シーリア・サリーズ、ありがとうございます。